JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成、調教技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動に関することなど、競走馬を用いてさまざまな調査研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、 JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。皆様こんにちは、梅澤真理子です。馬学講座ホースアカデミー、今回もサラブレッドの生産や育成調教に携わる方々のお役に立つ情報を獣医師の先生方に解説していただき、お届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今回の馬学講座ホースアカデミーは、競走馬臨床学と題したシリーズの第3弾として、競走馬の外科手術について詳しく教えていただきます。お話しいただくのは JRA 日高育成牧場の立野大樹さんです。JRA 日高育成牧場の立野です。本日はよろしくお願いいたします。本日は競走馬の外科手術についてお話しさせていただきます。競走馬の手術というと、どうしても専門的な内容になってしまいますが、できるだけ一般の方にも分かりやすくご説明したいと思います。競走馬がどのような手術を受けて回復してくるのか、あまり知る機会というのがありませんので、貴重な勉強をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回はご覧のように、競走馬の外科手術の特徴、トレーニングセンターにおける外科手術、トレーニングセンターにおける主な手術の紹介、この3つのテーマに分けてお話を進めていただきます。それでは最初のテーマに参りましょう。競走馬の外科手術、スタートは手術の特徴から教えていただきます。はい、競走馬の外科手術にはいくつかの特徴があります。競走馬は体重が500キロ近い大きな動物ですので、侵襲の大きな手術を行うには、馬の動きと痛みをコントロールするため全身麻酔が必要となります。しかし全身麻酔、特に吸入麻酔を用いた外科手術を日常的に実施可能な施設は国内では数えるほどしかありません。全身麻酔を行うには、馬を吊り上げて移動させるためのクレーンを備えた手術室や回復室、手術に用いる専用の器具や機器が必要となることから、専用の施設で行うことが望ましいと言えます。そして何より競走馬の外科手術の経験が豊富な獣医師がいることが重要です。全身麻酔された馬はクレーンで手術台に移動させるということですが、この時点でかなり神経を使う大変な作業ですね。そうですね、麻酔の効きが悪い馬の場合、吊るした時に動いてしまう時がありますので、その時は人と馬に危険がないように注意する必要があります。2つ目の特徴は、麻酔中の事故や術後合併症のリスクが高いということが挙げられます。馬の手術期、麻酔前後の死亡率は 1% 程度と言われていますが、これは犬猫の 2、3倍、人と比較しても100倍以上もあると言われています。麻酔中の心血管系の異常や麻酔導入や回復時の致死性の骨折が主な理由ですが、特に穿痛のために回復手術を受けた馬の死亡率は高く 3、4% と言われています。また術後の低用炎や腸炎など治療が困難な合併症の発症も見られます。3つ目は、使用目的を考慮した手術を行う必要があります。アスリートである競走馬の場合、手術しても完全な機能回復が望めない場合、手術をせずに繁殖など他
他の用途に転用することも合理的な判断といえます。骨折などの怪我の場合、手術をしてもすぐ復帰できるわけではなく、長期間のリハビリが必要となることから、治療費といった経済的な面とのバランスも考慮する必要があります。馬とその関係者にとって最良の結果となるよう、手術を受ける前には想定される結果について獣医師とよく相談することが重要です。わかりました。競走馬の手術は危険もはらんでいるという一面もあるようですので、獣医師の先生と相談することは大切なことのように思います。では次のテーマに移りましょう。続いては2000頭とも言われる競走馬が暮らすトレーニングセンターでのお話を伺います。これは馬の手術を行っている各施設の外科手術件数をまとめたものです。右は北海道日高管内の二次診療施設における全身麻酔での馬の外科手術の数字です。日高という馬産地という立地から、競走馬だけでなく繁殖馬や子馬も診療の対象となっており、運動器に限らず回復手術や難産処置、四軸矯正など様々な手術が行われていることがわかります。一方、左は昨年の JRA 施設内における手術の内訳ですが、診療の対象が現役の競走馬に限定されていますので、骨折に対する手術が多くなっています。中でも関節鏡による骨片摘出手術の実施数が多くなっており、ラシ固定術と合わせると全体の8割近くを占めています。今回はトレーニングセンターで多く実施している骨片摘出手術、ラシ固定術、上部気道手術および睾丸摘出術について個別に説明いたします。これは競走での骨折発症率とその予後診断を示したグラフです。2021年の JRA の出走延べ頭数に対する骨折発症率は 1.4% でした。競走馬がその極限のスピードを競う競馬には一定の故障のリスクが伴いますが、馬場や飼養管理技術の向上など事故防止の取り組みにより、骨折発症率は年々少しずつ低下しています。右はその 1.4% の骨折発症馬の重症度を予後診断別に集計したものです。一昔前までは競走馬の骨折イコール安楽死というイメージを持つ方も多かったようですが、実際は命に関わるような重篤な骨折はわずかであることがわかります。それでは立野さんに、トレーニングセンターでの実施件数が多い4つの手術について教えていただきます。まずは骨片摘出術です。競走馬の骨片摘出術において最も実施されているものが腕節の関節鏡手術です。スライドの左には、左腕節の骨格標本と骨折の起こしやすい部位を示しました。走行時の関節の過伸展により、腕節の背側、前側の骨と骨とがぶつかり合うことによってわずかな損傷が生じます。この損傷が積み重なって軟骨や骨が変性することで骨折が生じます。骨折といっても通常米粒ほどの大きさから 2,3 センチほどの骨軟骨片で関節内の骨折であることがほとんどです。頭骨や板では外側の骨が折れやすく、頭側手根骨では遠位、下側の骨が折れることが多く、腕節の中で最も骨折しやすい箇所です。これらの部位が1箇所だけでなく何箇所も同時に折れたり、左右の足が同時に発症することもあります。骨全体が粉々に砕けてしまうような骨折の場合は、体重を支えることができなくなりますので、予後は悪く手術の対象にならないこともあります。これは腕節の剥離骨折を発症した馬の X 線写真です。先ほども説明しましたように、関節内に小さな骨片、骨のかけらが確認できます。骨折かどうか判別できないときには、
何日か置いてレントゲンを取り直すことや角度を変えて撮影することもあります。近年では DR デジタルラジオグラフィーといって高繊細な画像を撮影できる機器も普及してきましたので、現像の手間もかからず小さな骨折も判別しやすくなってきています。立野さん、本当に小さな骨のかけらのようですが、この骨片を摘出しないとどうなってしまうのでしょうか。はい、それでは骨片摘出を行う理由を説明いたします。まず気をつけなければならないのは骨折に続発して生じる関節炎、変形性関節症です。変形性関節症では写真のように関節軟骨が損傷します。本来ですとツルツルした軟骨表面がデコボコになってボロボロになっている様子がわかると思います。症状として関節が腫れてきたり熱を持ったり発酵を繰り返したりすることもあります。これらの症状は長期スケジュールに支障をきたし長期間にわたる休養を余儀なくされることから、骨片の摘出を行い変形性関節症にならないようにする必要があります。一方、必ずしも骨折した馬すべてが手術をしなければならないというわけではありません。発症から長い期間が経過した微細な骨折で症状がないなど手術を行うメリットが少ないと判断される場合は、あえて手術しないという判断をすることもあります。なるほど。小さな骨片であってもそれが関節炎を引き起こす原因になるということで取り除いてしまおうということなんですね。そういうことです。手術は関節鏡という鉛筆程度の太さのカメラを関節に挿入して関節の中を観察することから始まります。カメラを入れた後はまんべんなく関節内を観察してレントゲンに映らないような損傷を確認します。その後に1センチ程度の皮膚を切って骨片をつかみ取るための器具を入れます。実際の関節の中の様子です。左上の画面は骨折した箇所を関節鏡で見た画像です。赤く囲んであるところに骨折があるのがわかります。骨折した部位の周囲に白く波打った箇所がありますが、これは関節軟骨が損傷した箇所です。ここも障害を受けておりますので摘出します。最終的には右下のような健康な軟骨のみを残して骨を滑らかな形に成形して処置を終了します。軟骨がなくなった場所は時間が経つと繊維軟骨と呼ばれる組織で覆われてきますが、元通りの正常な軟骨ではなくクッション性などの機能で劣る組織です。したがって骨片の大きさよりも関節を覆う軟骨がどれくらい損傷しているかの方が予後に大きく影響を及ぼすとされています。それではここでトレーニングセンターで行われている関節鏡手術の動画を立野さんにご用意いただきましたのでご覧ください。鎮静処置をした馬を手術室に入場させます。安全な投馬をするためスイングドアで、馬を固定します。麻酔薬を投与してゆっくり倒れるように投馬させます。この時馬が暴れて骨折している足に体重をかけると骨折が重篤化することがあります。今ゆっくりと馬が寝ました。気道を確保するため気管チューブを挿入します。クレーンで吊り上げて手術台に移動します。手術台に乗せた後は先ほどの気管チューブで麻酔薬を流してあげて吸入麻酔に移行します。手術部位を消毒してきれいな状態に
保ちます。左手のカメラで観察しながら、右手で機械を挿入して骨片を手で掴んでいきます。関節の中は出血が見られることもありますが、今掴んだのが骨片になります。手術が終わった後は、手術した箇所を包帯処置をします。終わった後は回復室に運び入れて、麻酔が冷めるのを待ちます。回復室は四方がクッションで囲まれた部屋ですので、馬がふらついても怪我をすることはありません。手術終了から1時間程度経つと、麻酔から覚めて馬が立ち上がってくれます。少しふらつきましたが、良好な起立です。実際の関節鏡手術の動画をご覧いただきました。動画では腕節の関節鏡手術でしたが、腕節の次に多いのは急節の剥離骨折で、関節鏡実施数のうち1割程度を占めています。第一恥骨筋胃の内側が折れることが多いですが、症状がないまま慢性に経過することも多く、たまたま撮影した X 線検査で偶然見つかることもあります。手術のやり方は腕節の関節鏡と全く同じで、全身麻酔で行うこともありますが、 JRA では10年ほど前より立位、馬を立たせたままで、鎮静と局所麻酔でこの手術を行うことにも取り組んでいます。続いてはラシコテー術です。はい、このラシ固定術とは、ひびが入ったり離れてしまった骨をスクリューで元の位置に固定する手術のことです。ギャロップで走る馬の前足には安静時の 7、8倍、1トン近い負重がかかっています。さらに走行中に足をねじるような力が加わると、第一恥骨や第三中恥骨など大きな負重がかかる骨に骨折が生じます。縦方向にひびが入っただけの不全骨折の例が多いですが、重篤な場合には手術でも整復不可能な粉砕骨折などの致命的な骨折につながることがあります。不全骨折のうち軽微なものはキャスト、ギプスによる外固定と運動制限のみで治療可能なケースもありますが、ラシ固定術を行った方が早く競争に復帰できることから、発症から数日以内に手術が選択されることが多くなってきます。ラシ固定術は通常全身麻酔下で実施されますが、麻酔をかけて馬を寝起きさせる場面では、骨折した足で踏ん張ってしまうことで骨折に強い力が加わり、皮膚から骨が飛び出るような骨折や体重を支える骨が複数に砕けてしまうような重篤な骨折に進展してしまい、救命が困難な状態になってしまうこともあります。そのようなリスクを減らすため、全身麻酔を避け立位でラシ固定術を行う場合もあります。長時間にわたる手術には向かないため、適応勝利は限られているものの、ギブスのみの外固定だけでは疼痛管理が困難な例に対して、関節面に近い場所に 1,2 本のスクリュー固定を行うことで骨折の痛みを軽減することができます。ラシ固定術は第一恥骨や第三中恥骨の単純な縦割れの骨折のほか、腕節などその他の部位にも行われています。第三中恥骨の遠位関節面から螺旋状に長く伸びるような症例に対しては、プレートを組み合わせて使用することも考慮します。
獣医技術の進歩もあり、これまで胸鎖復帰が困難であった骨折や救命が難しかった骨折に対しても治療を試みています。数年前よりトレーニングセンターでは骨折の正確な評価を目的に O-ARM という X 線診断装置を導入しております。 CT のような断層画像を撮影することや撮影したデータをもとに 3D 画像を構築することもできます。検査には全身麻酔をかける必要がありますが、2次元の X 線だけでは評価が難しく治療が困難だった骨疾患に対しても正確な診断を行えるようになりました。ラシコ定術について解説いただきました。続いては呼吸器の治療、上部気道手術を解説いただきます。はい、喉の疾患は異常呼吸音や思うようなパフォーマンスが出ないといった管理者からの臨告により咽喉頭部の内視鏡検査を行うことで発見されます。内視鏡検査では喉のそれぞれの部位の形や呼吸に伴う動きに異常がないか、その異常により気道が狭くなっていないかということを重点的に観察します。近年、気道運動時の喉の動きを録画できる運動時内視鏡検査の検査数も増えてきており、これまで診断が難しかった喉の異常を診断する機会も増えてきています。気道が狭くなる異常のうち診断可能な咽喉頭部の異常所見をいくつか示しました。枠場での安静時内視鏡検査で分かるものは上の段の3つ、喉頭辺麻痺、EE、DDSP です。下の段の3つ、ADAF、VCC、咽頭虚脱は安静時内視鏡では見つけることが困難な病態で運動時内視鏡検査で診断します。左は喉頭辺麻痺のある馬の内視鏡画像です。矢印で示した左の卑裂軟骨の昇格突起が落ち込んで気道を狭めてしまっています。落ち込んだ卑裂軟骨を外科的に吊り上げて気道を確保する手術がタイバックと呼ばれる手術です。目的は昇格突起の吊り上げによる気道の確保ですので、内視鏡で写っている部位を直接吊り上げると誤解しがちですが、右の写真のようにその後ろにある筋突起という部位の軟骨に糸をかけます。筋突起にかけた糸を後方後ろの方に引っ張ると押し込んでいた卑裂軟骨の昇格突起が吊り上げたまま固定することができます。吊り上げれば吊り上げるほど気道が確保できるわけですが、吊り上げすぎると誤嚥を起こし肺炎や気管炎といった合併症を引き起こしてしまいます。必要十分な気道を確保しつつ誤嚥しないちょうどいい塩梅のところに固定するのがポイントとなる手術ですが、馬の喉の形は個体ごとにわずかに異なっていることから術後にわずかに昇格突起の吊り上げが緩むことがあります。施設によってばらつきはありますが成功率は 6-7 割程度とある意味運任せな部分もある手術です。上部気道手術については全身麻酔で行うことがスタンダードとなっていますが、立位で行うことにも取り組んでいます。立位鎮静下で鼻から半導体レーザーや長い機械を挿入して声帯切除などを行う経内視鏡レーザー手術や立位でタイバック手術を行うことにも取り組んでいます。喉は非常にデリケートな部位で緻密な操作が要求されますので、手術チームのチームワークと術者の経験が重要です。骨に関係する2つの手術の後は呼吸に関係する上部気道手術について解説いただきました。手術解説の最後は睾丸摘出術、いわゆる栓歯にする方法です。去勢術は一般的に馬をおとなしくさせ扱いやすくする目的などで行われています。現在 JRA では400頭ほどの栓歯が登録されていますが、 JRA でも年間 3-40 件の去勢を行っています。手術自体は陰嚢を切開し睾丸を露出させた後に正索と呼ばれる血管や神経などが入った紐状の組織の部分で切断します。これには
ザメ付けを用いて切除する方法や、製作を専用の器具を捻転させてねじり切る方法があり、どちらの方法でも10分から15分程度で済みます。麻酔方法や処置を行う場所は様々で、全身静脈麻酔で馬を寝かせて処置する方法のほか、馬を立たせたまま鎮静と局所麻酔で行う方法が取られることもあります。手術を行う場所も手術室のような施設だけでなく、枠場や馬房、あるいは放牧地で行うこともあることから、使用者にとってもかなり身近な手術といえます。簡単な手術に思われがちですが、術後の合併症は様々なものがあります。最も多く見られるのは陰嚢の視張、浮腫で、その他出血、感染、性作炎、小腸の脱出などがあります。特に腸管の脱出は 1% 前後に発生する重篤な合併症ですが、術後4時間以内に起こることが多いようですので、その間は注意して観察する必要があります。10分程度で終わる手術のようですが、術後は注意しないと合併症の危険があるということです。どうぞ注意して経過を観察してください。今回は競走馬臨床学の第3弾として、競走馬の手術について詳しく教えていただきました。本日はトレーニングセンターで実施件数の多い4つの手術について説明いたしましたが、トレーニングセンターで行われるこれらの手術の特徴をまとめるとこのようになります。競走馬の全身麻酔は他の動物に比べリスクが高い。トレーニングセンターでは運動器、特に骨折に対する手術が多い。通常行う全身麻酔での手術だけでなく、立位で行うことのできる手術も増えている。そして何よりオーナーや使用者とのインフォームのコンセントが重要であると言えます。手術は獣医師だけで行うものでなく、術後の管理を行う使用者のケアや長いリハビリ期間を支えるオーナーの理解が欠かせません。今回話した内容が手術を受けた競走馬の復帰を支える関係者のお役に立てれば幸いです。やはり馬の命や競走生命に関わる大切なことですから、オーナーの方と獣医師の先生とがいい方向に向かうようにしっかりと相談されて進めていくことが大切だと感じました。馬学講座ホースアカデミー、今回はあまり触れることのない競走馬の手術について詳しく教えていただきました。知らないことだらけで大変勉強になりました。ご覧いただいた皆様はいかがでしたか。立野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。